今回ご紹介するのはガンダム風デザインの甲冑、ガンダムアーマーを AI が描きます。重厚感あふれるガンダム風の甲冑を AI が描きました。今回 AI が描くのは制服姿の美少女。画像生成 AI ステーブルディフュージョンで描きます。学生服姿の美少女を AI が描きました。探査船が知的生命体がいる可能性のある惑星に到着した。大気の状態は良好だが、船外活動用のスーツを着て上陸。大地は緑に覆われている。知的生命体はいるだろうか。廃墟がある。一時は文明が栄えていたようだ。どこかに手がかりは残されていないだろうか。探索を続けていると、ある廃墟の奥で何か音がした。何者かが我々に呼びかけているようだ。言語解析モジュールを起動。お前は機械だな。ご主人様はどうした？残念ながら、100年前に戦争で滅んでしまいました。そうか、いろいろ聞きたいことがある。はい。質問に答えるのは得意です。申し遅れました。私の名前はチャット GPT です。今回ご紹介するのは自然をモチーフとしたファッション、スタイルブック風に AI が描きます。森に溶け込みそうなファッションを AI が描きました。2022年に愛知県でオープンしたジブリパーク。今年新たに映画「猫の恩返し」に出てくる猫王の城をモチーフにした遊具を設置する予定です。すでに完成予想図も公開されているのですが、勝手に AI でも猫王の城エリアの予想図を描いてみました。猫を随所にあしらった遊具の数々。これは AI が描いた想像図。実際とは大きく異なることをお断りしておきます。今回 AI が描くのは陶芸作品。
2030年に開催される日本を代表する陶芸展の出品作品という架空の設定で AI が描きます。伝統を受け継ぐ作品や新しい手法を試みた作品、いろいろな焼き物を AI が描きました。人を癒す、リラックス効果があると言われている F 分の1ゆらぎ、この波形をモチーフとしたファッションショーを AI が描きます。AI が F 分の1ゆらぎ、波紋をデザインに取り入れた新ファッションを描きました。最後に時間の関係でニュースに入れられなかった映像をいくつかご紹介します。以上、AI 描写による架空ニュースでした。